え、この合わせ良くない？ハイネック&ノーカラー、クラシックにまとまりつつも、はい、でもちょっと遊びたいよっていう、はい、好き好き。はい、今日ですね、はい、, 笑っちゃってるじゃないですか。なぜ笑ってるかと言いますとですね、私今起きてね、15分経ってるんですよ。15分ほかほかで。ほかほかですね、ほかほかでね、お布団まだ暖かい時に着てるんですけど。遅刻やないですかね。遅刻ですね。びっくりした。なぜならば昨日明石くんと一緒にご飯食べてて、はい、電車乗ったとこまで覚えてるんですけども、はい、そっから今なんですよ。私すごいなって自分で思うんですけど、はいはい、こんなに早く準備できて自分を褒めたい。褒めたいじゃないですよ。一個も褒めるとこないですよ今。本当すいません。本当すいません。挽回します。挽回します。挽回します。で、ここ何しに来たかと言いますと、有楽町ルミネですね。ルミネ有楽町。はい、ルミネ有楽町です。ほら、また怒られてるから。さっき言ったのに。ルミネ有楽町の3階に来てるんですけども、トラディショナルウェザーウェアですね。ここですね、はい、なぜかっていうと夏入って以来めちゃめちゃ聞く単語あるんですよ、はい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 、クワイエットラグジュアリー、クワイエットラグジュアリー、クワイエットラグジュアリー、はいはいはい、めちゃくちゃ聞いて、私も今めちゃめちゃ原稿書いてるんですよ、うん、この間パリ行った後くらいから海外からめちゃめちゃ聞き始めて、うんうん、何なんですかそれ。なんかここ数シーズン流行ったドヤリってあるじゃないですか。例えばビッグシルエットでシルエットでドヤる、ロゴでドヤる、ああいうことの反対がドンって今来たんですよ。具体的にこういう感じですよ。ちょうどいいのが、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいいのはこちら。ドヤらないでも見た目でわかる上質さみたいな。今日はクワイエットラグジュアリーを掘り深めていこうかなと思っております。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。今回もよろしくお願いします。カリアと申します。カリアさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどこから見ていきましょうか。そうですね。カーディガン。これはどういう特徴があるんですか。はい。綿とポリエステルの素材でドライタッチなので、こうシーズンを問わず着ていただけると思います。あとやっぱりクラシカルな金ボタンと、うんうんうん、やはりこう木をてらわないと言いますか、そう、シンプルに綺麗に。今ちょうど本当にこれ木をてらわないワード、はい、多分キラーワードだと思うんですけど、着、うんうん、てみてもいいですか。着てみてください。なぜならば、なぜならば起きたまま来たからこのまま来たからここの混乱ぶりが触りますか。すごい、あ、でもいいですね。美しいですね。綺麗ですね。あ、すごい。あ、でも本当にトラディショナルすぎるとちょっと古臭くなるじゃないですか、はいはい、そこなんだけど今トラディショナルちょっと肩落ちてますね、うん、だからちょっとやや今っぽさっぽいのをちょっと残しつつもトラッドに戻ってるっていう間を取ってる感じですかね、うん、これすごいいいですね。オーバーサイズではないので、うんうんうん、はい、そのトレンドではなくやはり普遍的っていう黒とネイビー、うん、ベージュ、グリーンでございます。あ、でもベージュとかでもいいですねこれね。あとカラーブロックで、おこれ、これ可愛いやつじゃないですか、うん、ジャケットっぽくなると思います。肩掛けしたいです。はい、肩掛けして、肩掛け、肩掛けしてみたいです。自分がね、ついて自分が理解したいがためのよ、私今ここに来てる感じですから。あ、可愛くない、ね、可愛くない、可愛い、こういう感じ、こういう感じ、可愛い、うん、丈感も少しこう短くて、下に合わせるものでまた違うコーディネートで、確かに今このスタイリングみたいに結構ボリューミーなスカートとか合わせちゃうとちょっとクラシカルになれないの、ちょっと可愛い。あとさらにクラシックでちょっとロングな V で、ああ確かに確かに、ポケットっていうクラシックな感じですか、かなりこれもクラシック、なんかフランスの映画とか、あ、素敵、あ、なんかクラスが上がった、はい、ちょっとこう開けた感じの方がもしかしたらクラシック、なんかいいですね、はい、これ着崩したくないですね、はい、我々はこう、うんうんうん、抜きたがったりとかするじゃないですか、抜きたくない。キルティングなんですけれども、はいはい、去年ですね、うんうん、ご紹介しましたアークリーシリーズに中側がレオパードが登場しました、はいはいはい、あとウェーバリーというもともとメンズで非常に人気のあったモデルをレディースにしました。ちょっと丈短くしたのと、はいはい、これに比べてちょっとキルトの大きさがちょっと違う、はい、3インチと4インチでございます。ちょっと大きさが
よりなんかちょっとカジュアルになってる感じですかね、はい、でチンタブが今年からつくので、こういったところもポイントかなと思います。おー、このちっちゃいの可愛くないですか？ちっちゃい方から着てもいいですか？あ、でも着るとそんなにちっちゃさないですね、はい、気持ちいい。肩内側ですか、カレーさん？これ、そうですね、その方が綺麗に着ていただけるかなと思います、ね、このアークリーの良さが出るかなと思います、うんうん、なので相対的に肩、あの手が長く見える仕組みになってますね。で気持ちあれですか、これ？はい、あのこう横から見ると A ラインに、こんな感じ、うん、気持ち、気持ち、はい、裏レオパードでございます、はい、実は TWW、はい、オリジナルのオリジナルのオリジナル側ですね。おっきめはこっちの方がやっぱラフ感出ますね、はい、過渡期みたいな感じ、こっちが本当にカッチリしたい、まだちょっとそこにチューニングができてないときにこれいいかなと思いますね。ラフさもありつつ、これもやってみたらどうですか？チンタブ、チンタブ、うん、あ、かわいい、かわいい、うん、え、ちょっと待って、私こっちの方好きあ、言っちゃったよ、言ってるよ。肩のラインがちょっと落ちてる、うんうん、今さっきはね、そうそう、さっきこっちがね、ここら辺くらいあったのかな。次はあの過渡期の、うん、襟がないタイプで、これがないタイプですね、はい、でちょっとこっち長いですか？はい、短いのも3丈ございまして、お、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと刻みませんかこれの襟がないタイプがこちらで、はいはい、ちょっと長い方がいいなってなるとこちらっていう、そうなんです、刻みますね。で、襟も欲しいなっていうの全パターン用意します。全パターン用意してますね。でロングも刻みますね。先ほどのウェーバリーよりは3インチに戻ってるので、うん、少しおしとやかな、うん、確かに小さくなってる、小さくなってる。こっちの方が A ライン強調される感じですね、はい、この広がり長くなったからインチ短く、インチを小さくすることで、あのカジュアルすぎなくなってるっていう感じですかね。今年初めて出したアークリー A ライン、うん、というシリーズで3丈ございます。私この丈好きかな。ちょっとキルティングでその丈珍しいかなと、うん、後ろを見て完全に今私と私の世界になってますね。これ下だったらどんなものおすすめなんですか？ちょっとクラシックなストレートなパンツ、うんうん、あ、かっこいいね。履いてみようか、うん、え、新鮮じゃないですか。え、でもすごく素敵です。もう 見ちゃいないっていう、ちょっとなんかすごい新鮮、タックが2つ入って、はい、すごいちょっとねクラシカルな仕上がりになってるんじゃないかなと。キロット、あ、キロットパンツかと思ったらキロットあ、これも可愛 い、ね、これも可愛い、ちょっと待って、これ可愛くない？好き好き好き、私の中の少女性がムクムク今目覚めているで、私変な服着てたじゃないですか、朝起きててマガマガしいタンクトップ着てたから、白いタートルに変えさせてもらったんですよ。ニットですね。ニットですよ、うんうんうん、見て、ちょっと分かれてる、分かれてんねん、分かれてんねん、可愛くないですか？可愛いですね。可愛い、うん、あとこの袖がちょっと長いところ、はいはい、分かりますか？素材良さそうですね、薄いの。そうなの、いいですよね、お素材。クワイエットラグジュアリー、クワイエットラグジュアリー、声もちっちゃい、クワイエットだから、クワイエットだから、クワイエットだから、どやらないけど近くに来た時に、あ、いいもん着てますねって分かるやつですね。ですね、先まだあるんで、あ、そうですね。ちょっとで、その前に私が着替えてる間に彼が何してたかの話してもいいですか私が試着室にいる間にあなた何やってんの？暇なんですよ、試着中よくないですか？なんか新鮮だった、はい、この丈感とか、ね、メンズのキルティングだとさ、ちょっとそやにアウトドアにより振りすぎちゃうかもしれないけど、この丈感とあの上質感、これがあのベストセラーのウェーバリーという形でございます、うん、ちょっとキルトの太さ違いますか？はい、こちらが先ほどあの同じ4インチで、こちらが3インチでございます、うんうん、あー、こっちの方がよりあのちゃんとしてるかな、はいはい、ちょっと細身になりますかね、はい、あとちょっとあのスーツ着る仕事の人も着れそうな感じですかね、着れますね。彼女の親に挨拶行けそうな感じしますまあいないけど勝手に勝手にいないけどね、確かに
次は次はウールのミッツマールトン今年お作りいたしまして、もともとこちらがベストセラー、去年ベストセラーになったマールトンというモデルで、うんうん、去年非常にご好評だったのでマールトンフード、フード、ノーカラーを。え、この合わせ良くない？ハイネック&ノーカラー。ノーカラーの意味ありますね、すごく。ねえ、かわいい。確かに。非常に上質なメルトンの素材なので、うんうん、この柔らかいラインが美しくちゃんと出てるかなと思います。これにこれも絶対かわいいやつやんかわいいやつやん。チェックもやっぱりブラックウォッチなのでそんなこうドヤ感はないかなと思います、うんうん、クラシック、クラシックにまとまりつつも、はい、でもちょっと遊びたいよっていう、はい、でもチェックチェック良くないですか。あー確かに ね、おしゃれね、上級な感じがする。からのからのこれも同じモデル買ってくるんですか。はい、ノーカラーではなく、ま、あのマールトンですね。マールトン元に戻ってきた、はい、ノーカラー。え、ちょっと待って、この柄、この柄も好きですよ私。チェックシリーズでこっちは、こちらはあの、うん、ツイード、やはりイギリスといえばツイードという素材なんですが、本来やはりあのツイードって昔重かったと思うんですけれど、うん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 、吸湿発熱する生地を使いまして、それがヒートツイードというお素材になります。ツイードの良さはそのままで非常に軽いコートとなっております。これのチェックのこっちバージョンもありますよと、はい、メリンボーンでございます。これはちょっと後から来ますね、はい。最後やはりマッキントッシュのファミリーブランドであるトラディショナルウェザーウェアストームシールというシリーズで、前回もお伝えしたの完全防水の生地になります、うん、ちょっと張りのあるパレットシリーズ、はい、ゴムではないですかね。そうなんです、ゴム引きのやはり歴史を重んじつつ引き継いで、現代風にアップデートした、うんうん、こちらの色は、有楽町と新宿と横浜にルミネに入っておりますので、うんうん、その3店舗で限定のお色になってるんですけれども、うんうん、ライナーもどこかちょっと懐かしい感じが、細かい、仕事が細かい。ゴム引きのような少しこう張りがある形が、ディテールが張りがあるけどバキバキしてない感じ、はい、中チラ見せしてください。そんなに、そう、本当のチラ見せじゃないですか。もうちょい見せてくださいよ。デレン、デレン。スタイリングで色迷う人って結構いると思うんですよ。これに何合わせたらいいかな、どの色合わせたらいいかなの答えがトラディショナルの場合は裏地にあるんですよそう、今回もちょっと一個スタイリングしようと思っているコートがあるんですけど、スタイリングの参考にさせてもらったのは裏地。じゃあスタイリングします、スタイリングしましょう。このロングをちょっと着てみたいなと思っております。ちょっと長くなったんですね、はい、そう、さっきの気持ち長めです。モデル名がバーゲードと申します。バーゲード着てみたいなと思います、はい、どんな感じにするんですか。最初はすごくトラディショナルに合わせたかったんですよ。そのうちに親っていう方向に始まったけど、引いてみると当たり前の服しか着てない。ああ、はい、説明がしづらかった説明がしちょっと聞いてきます、聞きます。ででん、こんな感じになりました。イエーイインスピレーションは裏地なんですよ。グリーン、そう、あ、緑だと思って、グリーン合わせかと思って、確かに新鮮だなって思った時にグリーンで、アウターの古着のアウターなんですけど、群物のアウターをインナーにしたら面白いかなと思って、でインナーにしたら、あ、柄かける柄って可愛いやん、でちょっと裏とかこんなのしたら可愛いやんとかって思っちゃったんですよ。でボトムどうしようかなと思ったら、ボトム着たくないなって思って、着ないと捕まるじゃないですか、とりあえずショートパンツ履いてます。で、あ、最近私この靴好きやんっていう、ちょっと Y2K っぽい感じの、茶色っぽい、焦げ茶っぽい感じの変な感じのボリュームにしたいなって。本来ならば多分ショートの細身のこうブーツ、きれいめなブーツ合わせた方が、あの文脈にはかなってるかなと思うんですけど、ちょっと違和感持たしたいなというところでこの変なブーツにしてみました。1個いいですか、はい、クワイエットラグジュアリー、何の話してた本当ですよ、何の話してた、私やりやがったなって、やりやがったなって、はい、こうもできると思って、あ、地味かなって思ってオレンジ色の T シャツを本当にちょっとちょっとなんか刺してるじゃん。そうなんで刺すの全然クワイエットじゃないけど喋り出したっていうね。クワイエットじゃなく喋り出した。そうそうそう服
ックが喋り出した喋り出したね、もう一声みたいなもう一声みたいなスタイリングで楽しいね。本当に楽しいですよね。あ、また私が知らない間にさらに高青年あなりました。これはどうなってるの。これは複数ですね、うん、あそうですね、はい、ラッシャーでユニオンジャケット002というモデルで、うんうん、ウールジャージー素材になっています。ポケットのところのリベットですとか黒のパイピングですとかがかなり効いて、うんうん、ディテールいいですよね。新しいらしい。ワークウェアから派生してるので結構こういう太めのパンツとか、うん、あいいじゃん。あなるほどね、なるほどね。あればね、めっちゃ履いちゃいそうですよ、うん、オシャンっぽい感じ。はい、レイさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どれが一番気に入りました。でも全部気になるその、うん、気分が全部変わりました。本当に似合ってます。お似合いでした。ノーカラーのあのコートとか、あれ可愛かった。可愛かった。でもキルティングのこのちょっと中こうミドル丈と言いますか、これも可愛かった、可愛かった。はい、皆さん何が気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。